鉄道車両用の脚 L 型アンテナ脚 L 型アンテナは、アンテナの一種である。設置型1、4ラムダモノポールアンテナのエレメントの途中を、90度の角度で曲げたアンテナで、アルファベットの L の字を電池脚にしたように見える、ことから、この名前がついた。超超波から極超短波まで広範囲に用いられる。なお、超波、短波帯のラジオ用に、1、 4ラムダの長さに限定することなく、単に逆、L 型にアンテナ線を転調したものも含まれる。設置型1、4ラムダモノポールアンテナよりも性能は落ちるが低姿勢にできることから、超波、短波帯では建設が容易となり、超短波帯ではバスや鉄道車両の屋根など高さ制限の厳しい移動体への搭載が可能となり、 極超単波体では機器への内蔵が可能となる。空気抵抗の少なさと操縦心性能の両立のため、航空機の機外アンテナにも採用される。90度で曲げる部分が、給電点に近づくほど性能は低下する。また、インピーダンスも50オームから大きくずれるため、マッチングが必要である。超波、単波体では、アンテナカプラでマッチングを取る。極超単波体では、 ショートスタブでマッチングを取ることが多い。これを逆、F 型アンテナという、ありがとうございます。